ライムでさっぱりお刺身マリネ、メキシコ料理セビーチェ。きゅうり、赤玉ねぎ、トマト、アボカド、コリアンダー。辛いのがお好きであればハラペーニョ。ライムを絞ります。お好きな白身魚、シュリンプもいいですね。今回はスズキを使いました。スプーンでスクエールサイズにカットします。絞ったライムジュースをたっぷり、20分ほど漬けます。その間に野菜をカット。お刺身にライムジュースがしっかり染み込みました。ライムと塩だけでとっても美味しくなります。ちょっと味見。お好みでシーズニングソースやチリソースなど足してもいいかもしれません。